こんにちは、ファッキーの様ヘルマットの丸山でございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということでね、新年一発目ですね。今回は音楽好きバンドマンに勧めたい映画5選でございます。とは言ってもまあ映画好きの人がね見ても面白い作品だとは思いますので、ぜひ最後までねご覧ください。ネタバレなしで、紹介していきたいなと思います。それでは、ご紹介していきます。はい、1本目はですねアメリカンユートピアでございます。こちらですねデビッド・バーンですね、トーキングヘッドのデビッド・バーンが、2018年に発表したアルバム、アメリカンユートピアのライブコンサートの模様を収録したライブ映画になっております。で、監督はですねスパイク・リーでございますね。はい、まあライブといってもねこの作品ねものすごく計算されてます。細部、めちゃめちゃ細かいところまでめちゃめちゃ計算されてて、カメラワーク、メンバーの動き、照明すべて計算済みという感じの作品ですね。もちろんねライブ映画なんでメンバーのね、ソロだったり、各楽器のね音が立っているところもちろん、すべて押さえてます。はい、そっから撮るんだみたいなアングルから押さえてますね。はい、っていうのもありながらこの作品ねものすごいドキュメントと、フィクションのもうちょうど間にある作品だと思うんですね。なぜかというと結構ちょいちょいね、お客さんが入ってたら絶対撮れないアングルで撮ってるカットが出てくるんですね。はい、まあおそらく、まあ、リハだったりねそういうところでね回して、そういう絵を使ってると思うんですけども、もうそれもね、まあ、普通に没入して見てたら気づかないぐらい自然に入ってきますね。はい、っていうところもあって、あと、この監督ねスパイク・リーなんですけど黒人問題をね、結構扱う監督なんですけど、マルコム X だったりブラック・クランズマンとかねありますけど最近だとね、まあなぜスパイク・リーがこの作品を監督しているのかっていうのが、最後の方にね分かってきますね。はい、最後の方を見てあこれはスパイク・リーじゃないとダメだってのをものすごく納得しました。まああと、まあ、デビッド・バーンなんで昔のねトーキングヘッズ時代の曲も、ちょろちょろあったりして、まあその昔のファンの人たちにも喜ばれる、作品かなという感じですね。はい、2本目はですね音楽でございます。こちら邦画ですね。はい、監督岩井沢健二さん、原作は大橋さんの漫画になっております。あらすじですね、不良の主人公がですねある日突然音楽に目覚めます。はい、音楽というかロックですね、ロックに目覚めます。はい、そして不良の仲間2人と3ピースバンドを組んでいくんですけども、その、バンドをやっていくうちにですねいろんな人と出会っていっていろんな人に、もう絶大な影響を与えていくという内容になっております。こちらアニメ映画になっておりまして、スタッフがすごいんですけども、まず主人公の声ゆらゆら帝国の坂本さんがやっております。はい、で主人公の歌ですねこちら岡村ちゃんがやっております。はい、で主人公が、リコーダーをね吹くシーンがあったりするんですけども、これはですねダンの小林ウテナがやっておりますね。はい、むちゃくちゃな婦人ですね。でエンディング曲こちらドレスコーズがやってたり、でお尻ペンペンズが出てきたり、なんか何でしょう、もうむちゃくちゃです。確実にもう納得せざるを得ない人たちが、集まってやってる作品になりますね。で原作はですね大橋さんなんですけど、ものすごいシュールな漫画をね描く方なんですね。はい、何でしょう、まあ本当ビレバン御用達の漫画家さんですね。でそのむちゃくちゃシュールな世界観をものすごくうまく、表現してるなと思いますね。はい、主人公たち3人がね道を歩いてるだけのカット、これを1分ぐらいずっと続けたりするんですけど、なんですけど気持ちいいっていうね謎の気持ちよさがあるシーンがあったりしますね。でこの作品ね実写からアニメにしてる、ロトスコープ方式というものを捉えてます。まあ前にも、アニメ版のね悪の花とかもうそういう感じで作られてましたけど、だから絵はアニメなんですけど動きはヌルヌルしてて実写っぽいっていうところでものすごい中間のね、表現ができる、表現方法だなと思います。そしてねいろんなところでまあ音楽というかロックのねオマージュが出てきますね。クラッシュ、ビートルズ、ピンクフロイドだったりね、まあジャケット、まあ皆さん見たことあるようなジャケットね出てきます。
そういうところを探しても面白いんですけども、まあ、なんといってもね、音楽の初期衝動、ロックの初期衝動ですね。これがものすごく絵でしっかり表現されている。いろんな手法を使ってね、すごい象徴画っぽくなってったりとか、なんかネームっぽくなってったりとか、そのジャケットがもういっぱい出てきて、こうカオスなね、サイケな、絵になってったりとかね、そういういろんな、演出を見せてくれるんで、かなり面白いです。ではライブのシーンがね、とにかくすごいです。クライマックスのライブ、こちらがものすごいシーンになってます。まあセリフはもちろんない、なんなら歌もないっていうところで、ここでは必見ですね。ものすごい、これ音楽に、のめり込んだことがある人ならもう衝撃を受けるシーンになってますね。必見のシーン、そして作品になってるなと思います。はい、続きまして3本目、イエスタデーですね。こちら監督はダニー・ボイルになっています。あらすじです。売れないシンガーソングライターの主人公ですね。ビートルズがめちゃめちゃ好きなんですけど、ビートルズの曲ほとんど弾けるっていう感じのね、ビートルズオタクの主人公ですね。ある日ね、バイト帰りに、車に轢かれまして、でビートルズがね、存在しない世界線に飛んでしまうという話になっています。でそのビートルズが存在しない世界線でビートルズを弾くとですね、なんだその曲はと、めちゃめちゃいい曲じゃねえかという感じになって、どんどん売れていく。ビートルズ自分の曲じゃないっていうところの葛藤を抱えてどうなっていくのかっていう話になっております。でダニー・ボイルが監督なんですけども、ダニー・ボイルはですね、結構なんでしょう、ミュージックビデオ的というか、かなりね、派手でスタイリッシュなね演出をされることが多いとは思うんですけども、今回はねそんなに、派手な演出はないんですが、ストーリーテリングに全振りして、やっている作品かなと思います。僕ですね、ビートルズ全然聞いてこなかったんですけど、はい、なんですけどこのイエスタデイを見てね、あ、なるほどと、ビートルズの精神性ってこういうことなんだっていうのをこの作品で理解したという感じですね。はい、でそこからビートルズ初めてちゃんと聞くようになったっていう、ところがあります。はい、ほんとざっくりなんですけど、まあラブ&ピースっていうところですよね、ビートルズの、精神性って、まあ、そういうところがしっかりこう押し付けがましくなく、そしてセリフでもなく、ちゃんと絵で、話を通して見せてくれるっていうのがものすごくうまいし分かりやすいなという感じがしましたね。はい、でね、劇中でもねビートルズの曲、たくさん演奏されます。はい、というところで、まあビートルズファンの方はねもちろん、見た方がいいとは思います。僕みたいなねビートルズ全くもう逆に通ってこなかったみたいな人はこれを見たら本当に、あ、これちゃんとビートルズ聴かなきゃダメだっていう、あの義務感がものすごく芽生えますんで、これはおすすめの作品になっております。4本目はですね、心のでございます。こちら日本のオルタナティブロックバンド、ブラッドサースティーブッチャーズのドキュメント作品になってます。監督はですね、川口淳監督でございます。川口淳監督はですね、ブッチャーズ、イースタンユース、まあ、あとはディスチャーミングマンとかね、その辺の、まあ札幌が多いですね、札幌のバンドのミュージックビデオを撮ることが結構多いかなと思いますね。で、まあ、この作品ですね、まあブッチャーズというか、まあ、バンドのリアルっていうのをもう生々しく撮っている作品になります。はい、もういきなりね、喧嘩してるところから始まりますね。はい、喧嘩というか、ボーカルの吉村さんがね、マネージャーさんと結構会議っていうか、まあお金なくてどうしようみたいなね、お金ないけどでも制作はしなきゃいけないみたいな、ものすごく、理想と現実の、話をしているところから始まりますね。はい、もうその時点でもう結構衝撃なんですけど、この作品ね、バンドの何でしょう、ほんと格好悪い部分をねしっかり見せてくれるっていうねところですごく好感が持てますね。はい、それでもバンドは面白いし、かっこいいってところもあるっていうね、絶妙なバランスかなと思いますね。はい、そしてね、まあブッチャーズのね、ライブ映像もねいっぱい見れます。もう見れないんでね、そういうところも貴重だと思いますし、まあ吉村さんねすでに亡くなってしまってますので、吉村さんがどういう人だったのかっていうのをまあ収めたね貴重な作品かなと思います。っていうところでね、僕も、定期的にね見てこう襟を正すっていうね、まあ今バンドやってないですけどね、背筋が伸びる思いでね、見ている作品の一本
でございます。最後はですね、シングストリートになります。あらすじです。1985年ですね、大不況のダブリンでございますね。こちらで不況の煽りを受けてね、転校することになった主人公コナーですね。もう家庭崩壊寸前です。はい。ただ唯一の楽しみはですね、兄とね一緒に音楽聴いたり、ミュージックビデオ見たりするのが唯一の楽しみであるという主人公ですね。高校のね、向かいにですね女の子がいるんですけども、女の子がね住んでるんですけども、めちゃめちゃ可愛いんですよ。はい。女の子にね一目惚れしてしまうんですね。はい。それでね話しかけるために僕のバンドのミュージックビデオに出ないって話しかけるんですね。はい。それで慌ててバンドを組みまして、MV もね撮っていきます。はい。そして一体どうなってしまうのかというあらすじになっています。青春恋愛音楽映画っていう感じですね。はい。監督はジョン・カーニーですね。ジョン・カーニーはですね音楽映画撮らせたらめちゃめちゃうまいですね。はい。ダブリン、そして始まりの歌と、はい、もう音楽の生まれる瞬間、曲ができる瞬間を描くのが、とても繊細そしてうまいという感じの監督になっております。この作品ですね、もう僕なんですね主人公が。はい。僕もバンドやってて、自分のバンドの PV 撮りたくて映像の勉強したっていうところで、かなり、感情移入できるというか、ほぼ俺じゃんっていう感じなんですよね。はい。っていうところで、僕はもう会った人みんなに勧めてる映画なんですけども、この作品ですね、もう初めてバンドをやった時の初期衝動というか、あの時の初々しさがものすごく詰まってるなと思います。はい。むちゃくちゃうまい、リアルですね。はい。そしてあの下手さもね、バンドの下手さもうものすごくリアル、そしてねどんどんちゃんとねどんどん上手くなっていくっていうところもね、時間経過が見えていいかなというところですね。この作品ね、ジョン・カーニー音楽が生まれる瞬間描くのが上手いと言いましたけども、特にこの作品上手いと思いますね。アップっていう曲がね中盤であるんですけど、ここのねワンカットがとてつもなくうまいです。ここ必見のポイントですね。これはぜひ見てください。これはもう音楽映画史に残るワンシーンだと思います。そしてね、まあ、劇中の音楽ですね、これも素晴らしいですね。既存曲もねものすごくいいんですよね。デュランデュランだったり、まああとはモーターヘッドとか流れます。あとは僕も大好きなキュアがね流れたり、あとはボーイかなも流れたりしますね。そしてね、それよりもねバンドが作ってるオリジナル曲ですね、これがまたすごくいいんですね。その今言ったようなバンドのエッセンスも取り入れたりしながら、それでも徐々に上手くなっていく過程もね見せるというか、あなんか上手くなってるっていうのを聞いてわかるっていうね、そういうところもすごく上手くて、曲もかっこよくてすごくいいと思います。僕はちなみにね中盤以降ねずっと泣いてるんで、一回もまともに見れたことがないですね。はい。一回ぐらいねちゃんと見てみたいなと思うんですけど、多分まだ無理かなと思います。はい。そういう感じでね、おすすめの一本となっております。はい。以上5本でございました。はい。これぜひね、まあ音楽好きじゃない人でも見れる作品をね、まあ5本選んだという感じでありますが、いかがですか。今年もねガンガンやっていきたいところではあるんですけども、まあ、いきなり1月忙しくて、新作映画はね配信ベースでやっていくかもしれないですっていう感じで、まあ次回は何できるか未定です。はい。今年もねよろしくお願いしますという感じで、よければ高評価コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまたお願いします。